それ、ハッピですね。うん、文化祭で使うやつ。もうすぐですね、文化祭。先輩のクラスは何を？焼きそば屋さん。準備は男子がやってくれるんだ。女子は当日の調理と売り子をするんだ。食べに来てくれよな。行かないわけないじゃないですか。先輩の焼きそばですよ。何が何でも食べに行きます。なんでそんなに意気込んでんの？あの先輩、文化祭一緒に回りませんか？文化祭で部員探しとかそういうことか。いえ、先輩とデートがしたいんです。デートという言葉に抵抗あるなら部員探しでもいいです。一緒にいたいだけなので。ダメですかね？じゃあ一緒に部員探しするか。別にデートが恥ずかしいとかじゃないぞ。部員集めるのも大事だしな。はい、ありがとうございます。デート楽しみにしておきます。どい、すみません、部員探しでした。